こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはダッシュジャイアント。綺麗なスタートを切りました。ジョンズコール前に行きそうです。デヒア、それに続いています。さらにはダッシュジャイアント、6番リードーズイメージ、その後ろシックスデュー、どうやら後方からの競馬。前に戻りましょう。先手を取ったのはジョンズコール、その隣にレンドスウィープ、その外にデヒア、ルキャリエール、そのうちに続いています。その外にザクリスタル、リードーズイメージ、そのうちに続いています。その外にフローエイコーン、ロンドンカード、そのうちに続いています。内からはダッシュジャイアント。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として7番ジョンズコール。ここで先頭が入れ替わりました。エンドスウィープ、ジョンズコール、2番手に控えました。ルキャリエール3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはルキャリエール。残り 200m、 先頭はライブリマウント。ルキャリエール必死に追いすがります。2番手はルキャリエール、ライブリマウント、もう一伸び、ライブリマウント、ゴールイン、ライブリマウント。1着、2着はシックスデュー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ライブリマウント、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ドラールオーカン、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくドラールオーカン行きました。続いて前へ行くのはドルフィンボーイ、さらにはタケデン満月、2番ウッドマン、その後ろオリユープリンス、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から。先手を取ったのはドルフィンボーイ、すぐ後ろにバルブツスピーディア、その隣にワイドカード、その横に吉野キング。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から。先手を取ったのはワイドカード、その外にバルブツスピーディア、ウッドマン、そのうちに続いています。好位置をキープしています。河内立て男、その外からドルフィンボーイ、並んで12番金豊王、その外から竹田満月、その隣にミスタールドルフ、その横にモリユープリンス、ドラールオーカン。この馬もこのグループしんがりからボールスカウト、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ミスタールドルフ、ミスタールドルフ、さらにリードを広げます。2番手は吉野キング、バルブツスピーディア、3番手河内立て男、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。ミスタールドルフ先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手は金豊王、あと 200m、 ミスタールドルフ先頭だ。残り 100m、 ミスタールドルフ先頭。2番手は金豊王、ミスタールドルフゴールイン、ミスタールドルフ1着、2着は金豊王。見事に中央の強豪を退けました。ミスタールドルフ、この馬は強い。中山競馬場、本日の第6レースの発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。朝日ストーン前に行きそうです。エセウスフリーゼ、これに続きます。
その隣にファイムトゥマイヤー、その横にニューアマユン、アンダーバリュー、この馬もこのグループ。最後方に MI ブラン、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、3番アサヒストーン依然として先頭、すぐ後ろにアンダーバリュー、黒の帽子タイムトゥマイヤー、その後ろエセウスフリーゼ、早くも先頭、2番手はアサヒストーン。さあエセウスフリーゼ、このまま逃げ切れるかどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。短い直線に入って、後続は届くかどうか。エセウスフリーゼ先頭、残り 200m、 エセウスフリーゼ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。 MI ブラン迫る、内から一気に MI ブラン、エセウスフリーゼ、エセウスフリーゼ1着、2着にはどうやら MI ブラン、1番人気に応えました。エセウスフリーゼ見事です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はフラワーパーク、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。2番手は岸あけぼの、フラワーパーク、この馬で決まりか。完璧です、圧倒的な強さを見せました。フラワーパーク1着、2着は岸あけぼの、これは桁外れの強さだ。フラワーパーク。さあ直線に入りました。これからの勝負、最後の追い比べ。先頭は新興ラブリー、あと 200m、 一気に後続がやってきた。小栗ローマ必死に追う。2番手は小栗ローマ、新興ラブリー、この馬で決まりか。新興ラブリー今ゴールイン、段違いの強さです。新興ラブリー1着、2着はエーシンアトラクト、これが G1 馬の実力だ。新興ラブリー。Thank you.
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った、トーセントゥーレ先頭。2番手はアドマイヤツイスト、追いすがるセレクトレモン、まだ後ろ懸命に前を追っています。ここで先頭はアドマイヤツイスト抜けた、トーセントゥーレ追いすがります。アドマイヤツイスト1着、2着にはどうやらトーセントゥーレ、勝ったのはアドマイヤツイスト。セレクトレモン完敗です。着外に沈みました。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠の成田ブライアン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはムッシュシェクル、綺麗なスタートを切りました。9番ムッシュシェクル行きました。これに続いてダンシングサーパス、その外から稲妻高王、並んで4番桜ローレル、その外から成田ファンキー、内からは堂島無敵、その外からナイスネイチャー、成田ブライアン、この位置です。マイナシリウス、そのうちに続いています。並んで10番北斗ベガ、第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。もう一度先頭から見ていきましょう。オータムリーガル先手を取りました。ムッシュシェクル、この馬もこのグループ、すぐ後ろにネイハイシーザー、並んで12番ダンシングサーパス、稲妻高王、この馬もこのグループ、好位置をキープしています。成田ブライアン、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナー向かいます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。1番人気の成田ブライアン中段につけています。桜ローレル、前走は人気を裏切ってしまいましたが今日はどうでしょうか。では前の方から見てみましょう。オータムリーガル先手を取りました。ムッシュシェクルすぐ後ろ、その後ろに稲妻高王、並んで12番ダンシングサーパス、内からはネイハイシーザー、ピンクの帽子、成田ブライアン、いい位置につけました。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてオータムリーガル、ムッシュシェクル、ほとんど差がありません。ネイハイシーザー3番手、大外からピンクの帽子、成田ブライアン伸びてきた。後続集団も追い上げにかかります。
さあ先頭は成田ブライアン、オータムリーガル続いています。離れて桜ローレル、4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのは成田ブライアン、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。成田ブライアン差を広げる。2番手は桜ローレル、成田ブライアン今ゴールイン、段違いの強さです。成田ブライアン1着、2着は桜ローレル、これが絶対王者の実力だ。成田ブライアン